上原浩二さん、また大谷のことをネチネチ言い出す。上原が書いた記事、大谷の50本塁打を称えた後。一方、盗塁に関しては、メジャーの投手の牽制や、クイックで投げる技術の低さを、露呈している点も見逃してはならない。そこに、牽制の回数などを制限する、ピッチクロックの導入も影響していると言える。攻略の糸口としては、インハイもしくはインローで内角を意識させて、外の変化球でフォームを崩したいが、デッドボールと隣り合わせの内角に投げ込めるか。求められるのは、当てるのではなく、当てないけれども、胸元や膝元のギリギリを狙える、という高い制球力だ。そんなコースへ投げる度胸も、コントロールもない投手では、今の大谷選手は抑えられないだろう。大谷のレベルは低いもう無理だから、メジャー選手のレベルが低いに切り替えたか。正論だな、本塁打はすごいけど、盗塁は作られた記録だよな。じゃあ盗塁してない他の選手は、バカってことやね。リーグ盗塁数爆増してるから、バカはおらんで。まあ盗塁に、例年ほどの価値がないのは、事実だろう。ピッチクロックとベースの大型化だろうに、単純に。本当に大谷嫌いなんだな。こう言ってのけるってことは、メジャー時代のリアルミュートはさぞ、牽制で刺してるんか？上原は牽制うまかった。案に俺なら、大谷を抑えられるって言ってる？上原はブレないから良いやん。このままの嫉妬の姿勢でいてほしいわ。じゃあ上原さんもやってくださいよ、って言ってみてほしい。YouTube 見てても、プライドの高さが嫌な感じで滲み出てる。投手すごくない、大谷がすごくない、メジャーで通用した俺すごい、俺は大谷よりすごい、これやん。3問には、公認選びを間違ってなかったな。